神の御子は、今宵氏も神の御子は、今宵氏もは、イングランド人のジョン・フランシス・ウェードの作曲とされる、賛美歌である。しかし、はっきりした作曲者は分かっておらず、今も論争が続いている。歌詞も、誰の手になるものかがはっきりしないが、13世紀に、ジョン・オブレディングによって書かれていたのではないかと、言われている。幾度となく様々な言語に翻訳されたが、 イングランドカトリック教会の聖職者であるフレデリック・オークリによる英語訳が特に広まっていった。ウェードが出現する前にはこの 3B カの作曲者はジョン・オブレディングとその息子、ヘンデル、またポルトガルの作曲家であるマルコス・アントニオ・ダ・フォネスカも名を連ねていた。歌詞も長い観作者がはっきりしておらず、作者とされる人々の中には13世紀の 聖母ナベントラや17世紀のポルトガル王ジョアン4世も含まれていた。しかし一般には、首都会の修道士たち、あるいはドイツやポルトガル、スペインの修道士会により書かれたという説が信じられていた。現存する最古の原稿は、歌詞と譜面が一緒に書かれている。ウェードは1751年に刊行したカントゥス・ディベルシと 1760年に刊行された、イブニング・オフィス・オブ・ザ・チャーチにこの曲を取り入れている。また、サミュエル・ウェッブが1782年に発表した、アン・エッセイ・オン・ザ・チャーチ・プレーン・チャントにもこの曲が見られる。オリジナルの歌詞は、ラテン語で4節あり、最初に刊行された時も第4節までだった。18世紀に、フランスの神父エティエン・ヌ・ジャン・フランソワボルデリエが、 新たに三節を書き加えた。この三節は、全七節のうち、第三節から第五節までの歌詞として印刷された。その一方で、作者のわからない、ほとんど発表もされていないラテン語の節が新しく、加えられた。この三美歌は数えきれないほど出版を重ねたが、現在最も歌われているのは、英語のオーカム、オールイ・フェイスフルである。 これは、オークレーの元々の4節の英語訳と、ウィリアム・トマス・ブルックが後から足した3節が一緒になったもので、1852年のマレース・ヒムナルに初めて登場する。1954年の賛美歌111番。クリスマスの時期に歌われる定番の賛美歌として、日本でもよく知られている。神の巫女は、今宵一種もベツレヘムに生まれた、モーイザやともよ。 諸共に急ぎゆきて拝まずや急ぎゆきて拝まずや、静の女をば、母として生まれましし、緑子は、誠の神、君の、君急ぎゆきて拝まずや急ぎゆきて拝まずや、神に栄え荒れかしと見つかいらの声すまりちなる人も、叩えつつ、急ぎゆきて拝まずや急ぎゆきて拝まずやとこしないのみ、言葉は今ぞ人となりた、もう待ち望みしおもの民おのが幸を祝わずやおのが、 サチを祝わずや歌詞は違うが、同じメロディのンビ歌に284番、主のノ、トと君言葉はがあり、この曲のチューンネームもアデステ・フィデレスである。また、ラテン語の歌詞のコーラス部分にある、ベニテアドレムス・ドミヌムは、メロディが違うが、ンビ歌、第2編127番、雪は、積もりのコーラス部分に使われている。 ポルトガル人の作者として最もよく知られているのは国王ジョアン・4世である。音楽王ジョアン・4世は音楽と絵画のパトロンであり、自らもかなり洗練された音楽家であり、作曲家でもあった。在位中に世界でも有数の図書館を作った。ジョアン・4世による初めての作品は1649年に初刊行された。 国王はまたビーラビソースサの宮殿に音楽学校を作り、スペインやイタリアに音楽家を輸出しようとした。この学校は、神の巫女は、こよいしも、が、ポルトガルのものであるという事実が発見された。まさにその場所でもあった。発見された原稿は、ウェイドが18世紀に書いたものよりも以前のもので、国王の著作ディフェンスオブモダンミュージック中にも見受けられる。 同じ1649年に、ジョアン・4世は、カトリック教会に、気学曲を許可してもらうべく、教皇庁に、相当の働きかけをした。ジョアン・4世は、グレゴリオ聖歌のクラックス・フィーデリースに曲をつけた、ことでも有名である。これは、レントに、聖歌隊が歌う曲として大変よく知られたものである。ポルトガルの賛美歌とされる理由は、他にも、 リーズコが1795年に、ロンドンのポルトガル大使館で、この曲が歌われたのを耳にして、ポルトガルで作られたものと決め込んだという説がある。ただ、公爵が聞いたものと、オークリーが訳したものとは、かなりの違いがある。ポルトガル発祥説のもう一つの理由として、これはより信憑性が高いが、ジョアン四世が、この賛美歌を作り、イングランドのチャールズ二世につぐ。 娘のカタリナ王女に持たせたという話がある。チャールズ二世妃となったカタリナ、または彼女の死者が外出する際には、この賛美歌付きで交付され、イングランドではポルトガルの賛美歌として広く知られるようになった。現にこの曲はポルトガルそのものだった。この賛美歌はチャールズ弱心王に捧げられたジャコバイト誕生の詩としても知られるようになった。 ダラム大学音楽学部の主任教授であるベネットゾンはこの曲は実質的なチャールズ王への詩でありおそらくフェイスフレという単語がキーワードとなったジャコバイトの暗号がベツレヘムやアンジェロームとアングローラムの語呂合わせであるレガム・アンゲロリムといったジャコバイトが普通に使う暗号とともに組み込まれていると主張している 1740年代から1770年代にかけて初期のこの曲がイングランドのカトリック教会の天礼書に広く記載されたため天礼書は国を追われたチャールズ王への祈祷のようになってしまったウェードの手になる天礼書ではこの曲は往々にしてジャコバイトのバラの衣装で飾られていたが他の著者の天礼書では暗号化された詩が何を意味するが 曲とともに記載されていた。スチュアート王朝の終焉とともに多くのカトリック信者がフランスの同栄に亡命し、ウェードもその一人であったため、同栄でこの曲は書かれたと言われている。演奏では何節かが省略されることがよくある。すべてを演奏するには賛美歌が長すぎるのと歌詞が日中に歌う賛美歌として適していないためである。例えば、作者不明の 第8節は、せいぜい高原節に歌われるくらいであり、ラテン語オリジナルでの最後の節も、通常クリスマスの真夜中のミサ、夜明けのミサ、日中のミサのためのものである。英国やアメリカ合衆国では、今日では、サー・デビッド・ウィルコックスによるアレンジのものが歌われる。これは、1961年に、オックスフォード大学出版局から発行された、 キャロルズ・フォーク・ワイヤーズの初版に収められているものである。このアレンジは、ザイングリッシュ・ヒムナルの基本的な火星を用いているが、第6節で、オルガン伴奏によるソプラノのデスカント商法を加えており、最終節は、ラストバース・ハーモナイゼーションでの成唱となっている。この賛美歌は、ケンブリッジ大学・キングス・カレッジの A、A フェスティバル・オブ・ナイン・レッスンズンキャロルズでも、 最後から2番目の賛美歌として、ヨハネによる、福音二第1章の朗読の後に歌われる。多くのカバーバージョンが、下記のアーティストをはじめ、世界中のアーティストによって、レコード化されている。ABCD クリスマスを m ズラブ f Is Love by j リリックスツアーでステフィデレス、オーカムオールイフェイスフルハットをカリー1802から1880。 フレデリック・オカリー・ハット・エビー・ア・デス・テフィデレス、A ・スタディー・オミッツ・オリジン・アンド・デベロップメント。日本キリスト教団賛美会委員会、賛美歌賛美歌第2編、A6 日本キリスト教団1971年、キャロル・イズ・オード・ツー、ボニー・プリンス、BBC ニュース、オーカム・オール・イ・フェイスフル、ボニー・プリンス、チャーリー・アンド・ザ・クリスマス・キャロル、ダーラム・ユニバーシティ・ハット・オーカム。 オールイフェイスフルありがとうございます